こんにちは。今回の動画はゴールデンウィーク中の特別企画ということで、これまで出してきた動画の総集編となります。第1弾となるこの動画は5月21日のモダンホライゾン3プレビュー開始が目前に迫っているということで、このチャンネルでこれまで投稿してきたモダンホライゾン系セットについていろいろ振り返ったり考察する動画3本をまとめて総集編動画とさせていただきます。その3本の動画の内訳ですが、2023年11月投稿の過去に発売されたモダホラ系セットを振り返り、モダホラ収録カードにありがちなことを語る動画、2023年12月投稿のモダンホライゾン3に収録されるカードの内容を予想する動画、2024年3月投稿の現時点で公開済みのモダンホライゾン3収録カードについてモダン以下でどのように使われるかを考察する動画、以上3本の動画をこの順番で流していきたいと思います。動画時間がかなり長いので、ラジオ動画的に視聴したり気になる部分だけを視聴するなどしていただければと思います。これから流す3本の動画、私の考えるモダホラ系セットの魅力や個人的に好きなところ、それに来るモダンホライゾン3に対する期待など様々な思いを込めておりますので、それが視聴者の皆様に伝わりましたら幸いです。それではどうぞ。2019年に登場し、モダン以下の環境に絶大な影響を与えたモダンホライゾン。2021年に登場し、モダン以下に存在する全てのデッキを過去のものにしてしまったモダンホライゾン2。そして来年2024年に発売予定で、やはりモダン以下の環境を大きく変えてしまうと予想されているモダンホライゾン3。これらモダン以下リーガルのモダンホライゾン系の一連のカードセットは、モダンプレイヤーにとって決して避けて通れません。この度、これらモダンホライゾン系に収録され、モダン以下の環境に甚大な影響を与えたカード群について、前後編に分けてじっくりとお話ししたいと思います。前編となるこの動画では、2023年現在発売済みのモダンホライゾン、モダンホライゾン2に収録されたカードについて、どういった傾向のカードが多く収録されたかを、モダンホライゾンあるある急戦と題してお話ししたいと思います。なお、モダンホライゾンと同じくモダンイカリーガルの指輪物語、中津国の伝承もモダンホライゾンに含めることがありますが、モダンホライゾン系とは明らかに方向性の違うセットですので、対象外とさせていただきます。また、便宜上、2019年に発売された初代、モダンホライゾンを、モダンホライゾン1と呼称させていただきますのでご承知おきください。下環境をやっている人にも、やっていない人にも楽しんでいただけるような動画を目指しますので、どうぞお付き合いくださいませ。一つ目です。言うまでもないですが、モダンホライゾン系のカードは、カードパワーがめちゃくちゃ高いです。まあ、それはそうですよね。というのも、モダンホライゾン系のセットは、その名の通りモダンプレイヤー向けのセットだからです。モダンというのは、2003年以降に発売された全てのスタン向けセットのカードが使えるわけですから、モダホラが初登場の2019年時点で約15年間、2023年現在ですと20年間に発売されたセットが全て使えるので、15年とか20年の間に出た全セットの全カードの中から最強の60枚をえりすぐってデッキを組むわけです。そしてモダホラが出る前の時期には、そんなえりすぐりの60枚よりも優先してデッキに入るようなカードが入っていないセット、すなわちカードパワーの高くないスタン向けセットをモダンプレイヤーが購入しないという問題が発生していました。そんな中でウィザーズは、モダンでも使われるような強力カードが満載のセットなら売れるのではということで、スタンで使えない代わりに強力カード満載のモダンホライゾン系セットを発売したわけです。ウィザーズの目論みは当たり、モダンホライゾン1、モダンホライゾン2はどちらもバカ売れし、特にモダンホライゾン2については2023年、指輪物語中津国の伝承に抜かれるまでは歴代1位の売り上げを誇っていました。一方でモダンホライゾン系セットに満載された凄まじいカードパワーのカード群が解き放たれたモダン環境は激変し、モダンホライゾン系セット登場以前のデッキほぼ全てが過去のものになってしまったと言っても過言ではないほどです。これらについては賛否両論の意見がありますね。2つ目です。これも改めてお話しすることでもないかもしれませんが、モダンホライゾン系セットには過去に登場したマイナーな能力語やメカニズムが非常に多く登場しています。例えばストーム、発掘、シャドウなど今後再登場の可能性が低いとされたメカニズムも多く再登場しましたし、さらにはそれらを複雑に組み合わせたり、これまでにない使い方を可能にしたものも多く、結果としてこれまでにないような奇抜で複雑、それでいて面白い性能を持ったカードが多いです。
例えば消臭、探査というマナを払う以外の方法でマナコストを払うことができる一方で、逆にこの呪文を唱えるのにマナは使えないという衝撃的な制限を持つ蘇る死滅都市ホガークや、土地なのに英雄譚でもあるウルザの物語、プレインズウォーカーなのに戦場以外ではクリーチャー扱いの飢餓の潮流グリスト、墓地から唱えられる解雇と唱えた時に誘発する俗称の両方を合わせ持つソーサリーである一方で、それ以外の呪文能力が一切ないため解決しても何も起きず俗称を誘発させるだけの混沌の神父などがあります。トーナメントで活躍しているカード以外にも、このカードはどうやって使ったら強いだろうかといろいろ考えるのが楽しいジョニー向けのカードが満載です。モダンホライゾン系セットといえばカードパワーが高い、モダン環境を激変させたなどの点が語られがちですが、テキストを見ているだけでもワクワクするジョニー向けカードが多いことも、個人的にはもっと強調されてほしいと思います。3つ目です。モダンホライゾン系セットには部族デッキを強化するカードがたくさん収録されているのも特徴の一つです。例えばモダンホライゾン1には MTG 初期から存在し、部族デッキといえばこれと言われるような部族である、スリバーの新種が多数登場し、モダン以下のスリバーデッキを強化しました。スリバーファンの私としても嬉しい限りです。他にもモダンホライゾン2には下環境のマーフォークデッキを大きく強化したマーフォークの神、海と空のシビエルンがいましたし、同じくモダンホライゾン2には2007年のローウィンブロックに部族カードが多数登場しながらも、それ以後には部族カードがほぼ出なかったシャーマンの部族カード調和の振動が登場しています。そして驚くべきはモダンホライゾン2にはマイナーもマイナーである部族リスに関連するカードが大量登場したことです。リスは存在そのものがジョークに近い MTG というゲームにはふざけすぎと公式でもたびたび言われており、銀枠には多くの部族カードが登場する一方で、黒枠カードでリスが登場することはほとんどありませんでした。そんな中での聡明の嵐、リスの君主、リスの将軍騒ぎ場などのリス関連カード大量登場は本当に衝撃的でしたし、中でも聡明の嵐やリスの将軍騒ぎ場はトーナメントシーンでも使用され存在感を見せつけております。2024年発売のモダンホライゾン3でも同様に部族推しが行われる可能性が高いでしょう。今から楽しみですね。4つ目です。レガシーや統率者で人気のカードの再録が多いというのもモダンホライゾン系セットの特徴の一つです。具体的にはモダンでは使えない2003年以前のカードセットに収録のカード、かつ再録禁止指定されていないもの、並びにモダンで使えない統率者向けセットなどの特殊セットに収録されたカードの再録が多く、この再録によってモダンでこれまで使えなかったカードがモダンリーガルになったということです。モダンホライゾン1では死にくくらい溶岩の投げやエラダムリーの呼び声などが再録されてモダンリーガルになり、続くモダンホライゾン2では対抗呪文、帝国の帳簿兵、陰謀団の貴重品質などが再録されています。モダンホライゾン1の再録は強すぎず弱すぎずの絶妙なところを抑えたメンツが揃っていましたが、モダンホライゾン2では一転して対抗呪文などの超強力カードの再録のオンパレードであり、モダン環境に対し凄まじい影響をもたらしました。またそのまま再録するのでなくとも、レガシーや統率者の人気カードのリメイクも多数行われております。例えばモダンホライゾン1の疫病を仕組むものは仕組まれた疫病のリメイクですし、モダンホライゾン2には無名の墓に不快な脳母役と脳母のリメイクカードが2枚も収録されています。こうした傾向からこの後にこの動画のその9でもお話ししようと思っていますが、ウィザーズはモダンホライゾン系セットでレガシーで使えるカードを再録禁止以外はモダンでも使えるようにすることで、モダンとレガシーの違いを極力なくし、フォーマット間の差分を再録禁止カードが使えるかどうかだけにして、モダンのレガシー化を推し進めようとしているのではないかというのを私はうっすらと感じております。5つ目です。ボーソス的気質も強い私にとってはこれはもっと注目されてほしいと思う要素なのですが、モダンホライゾン系セットではMTG のストーリーの中でも非常に重要なポジションのキャラクターでありながら、これまで一度もカード化されたことのなかったキャラクターが多く初カード化を果たしております。モダンホライゾン1では1997年のウェザーライトから2001年のアポカリプスまでで描かれた一連のストーリー、ウェザーライトサーガの重要人物たち、具体的には主人公のウルザや、そのウルザを助けたことのあるプレインズウォーカーのセラ、そして
ウェザーライトサーガのラスボス的存在であり、 MTG のストーリーの後々までその痕跡を残すことになる悪の勢力パイレクシアの創造主であるヨーグモスの3人が揃って初カード化を成し遂げております。これは本当に嬉しいことです。後から考えると、これらの人物がカード化されたのは後にヨーグモスが創造したファイレクシアの後継勢力である新ファイレクシアがストーリー上の大敵として登場することへの伏線だったのかもしれません。続くモダンホライゾン2でも引き続き過去の MTG のストーリーの重要人物が多数カード化されましたが、モダンホライゾン1と違い、固めのガースなど MTG の最初期に発行されていたペーパーバック小説の人物など非常にマニアックな人選のカード化が目立ちました。私はペーパーバック小説は未読なのですが、ペーパーバック小説まで漁っているようなディープなファンには嬉しいことなのではないでしょうか。その他、トーラックの参加などカード名に登場していたが本人はカード化されていなかったり、フレーバーテキストだけの登場だった人物が多数初カード化されています。ウォーソス的には嬉しいですね。6つ目です。モダンホライゾン1、モダンホライゾン2のどちらにも1枚ずつ過去に発売されたカードセットの名前がそのままカード名になっているカードが収録されています。モダンホライゾン1に収録されているのはミラディンビシージ、日本語ではミラディン包囲戦。これは2011年発売のカードセットミラディン包囲戦からそのまま名前が取られています。効果の方も着地時にミラディン文化ファイレクシア文化のどちらかを選び、それにより違う効果を発揮するというもので、ミラディンと新ファイレクシアの対決が描かれたミラディン包囲戦のストーリーを彷彿とさせます。モダホラ1発売後のストーリーで新ファイレクシアとの戦いが描かれることになるので、その伏線だったのかもしれません。モダンホライゾン2ではウルザズサーガ、日本語ではウルザの物語というカードが収録されていて、これも1998年発売のカードセットウルザズサーガから名前が取られたカードです。こちらもモダホラ2発売後ウルザズサーガのストーリーと同じ時代を描いたセットである兄弟戦争が発売されていますので、その伏線だったのかもしれませんね。7つ目です。これはモダンホライゾン2では特に顕著だと感じているのですが、モダンにおけるトロンと呼ばれるアーキタイプのデッキに対する露骨な対策カードが多いです。トロンというのはウルザの塔、ウルザの魔力炉、ウルザの鉱山の3種類の土地を中心とするデッキで、これらの土地を3種すべて戦場に揃えると大量の無色マナを出せるので、早期に土地を3種類揃えて大量の無色マナを使いゲームを決めに行くのがコンセプトのデッキであり、モダンというフォーマットのメタゲーム上位陣にほとんどの時期で食い込んでいたデッキになります。モダンホライゾン系セットの登場以前からスタン向けセットで時折これは露骨なトロン対策カードだなと思わせるようなカードがたびたび印刷され続けており、モダンホライゾン1でも溜め込み屋のアウフというトロンに突き刺さるカードが収録されました。そしてモダンホライゾン2では逆切れしたかのごとく露骨なトロン対策カードが大量収録されることになります。色マナが払われずに唱えられた全ての呪文に誘発して打ち消す置物、虚空の鏡などは露骨すぎて笑ってしまいますし、他にも対戦相手が出している無色マナを出す土地の数だけ軽くなる黒曜石の焦がし口や、無色マナが出る土地だけを狙い撃ちして破壊する氷砕きなど、トロンを殺すために生まれてきたカードが満載です。トロンが一体何をしたというのでしょうか。いや、結構いろんなことやってきてますね。ごめんなさい。2024年発売予定のモダンホライゾン3でも引き続き何か新しいものが出てくるかもしれません。8つ目です。これはモダンホライゾン系セットに限った話でないですが、モダン向けセットでありながらモダンよりも統率者戦向けに作られたのではと思わせるカードも多々あります。最もそれを強く感じたのが限りないモノモロフォンです。部族デッキを支援するコンセプトのカードでありながら7マナであるという時点でこのカードをモダンで使わせる気はさらさらないように感じます。テキスト欄に5色のマナシンボルが描かれており、さらに伝説のクリーチャーであるということから統率者戦で使ってあげてくださいというゲームデザイナーの声が聞こえてくるような気がします。他にも対戦相手が多いほど強力になる黒曜石の焦がし子、ダウシーの虚空歩きの類や、統率者戦で重要なサーチ手段不敬な教師者、クステツ上の最高世紀の類が多数収録されています。これはもしかすると近年のセットでの露骨な統率者戦盛り押しを受けて私がうがった見方をしてしまっているだけかもしれません。皆様はどう感じているか聞いてみたいところです。最後となる9つ目です。
モダンプレイヤーの間でモダホラが出てからのモダンは別ゲーという意見をよく聞きますが、おそらくそう感じられる理由の7割くらいがこれに起因すると思われます。それがピッチスペルです。ピッチスペルとは何かというと、手札からそれと同じ色のカードを1枚追放することで、なんとマナコストを支払うことなく唱えることができるという、冷静に考えればとんでもない能力を持つカードです。一番有名なのはレガシー以下でしか使えない、手札から1枚追放すれば0マナで打てるカウンター、意志の力でしょう。モダンホライゾン系の登場以前はピッチスペルが主に使われるのはレガシー以下のみであり、モダンのカードプールにもモダホラ以前にピッチスペルはあったのですが、一部のデッキでしか使用に耐えない性能のものばかりだったため使用率は低かったです。ところがモダンホライゾン1の登場で状況は一変します。モダンホライゾン1にはあなたのターンでなければ手札から1枚追放すれば0マナで唱えられるという効果を持つピッチスペルのインスタントが各色に1枚ずつ登場してしまいました。さらにモダンホライゾン2では同じように手札から1枚追放すればマナを払わず戦場に出せるが、その場合は着地時に強力な誘発能力を残して自身は生贄に捧げられる。早期エレメンタルが登場し、モダンホライゾン1の時以上に凄まじい影響をモダンにもたらすことになります。ピッチスペルがあるかないかという差はモダンとレガシーの差別点として大きなものだったと思うのですが、モダンに以前はなかったピッチスペルが追加されたことで、個人的にはモダンとレガシーの差は小さくなったと思っています。モダンを再録禁止カードが使えないだけのレガシーに近い環境にするというのが、もしかしたらウィザーズの狙いなのかもしれませんね。以上、モダンホライゾンあるある急戦でした。冒頭に申し上げた通り、今回の動画はモダンホライゾンについて語る動画の前後編のうちの前編であり、後日後編を投稿する予定です。後編の内容ですが、発売済みのモダンホライゾン系セット2作の収録内容と現在判明済みのモダンホライゾン3についての情報を踏まえ、モダンホライゾン3でどんなカードが収録されるかについて考察する動画とさせていただく予定です。もし興味を持ってくださる方がいましたら、チャンネル登録して後編の投稿をお待ちいただけますと嬉しいです。今回の動画は以上です。長い動画でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は、モダン環境を激変させたモダンホライゾンの名前を冠する3つのカードセットについてお話しする動画の前後編のうち、後編になります。先日投稿した前編は、すでに発売済みのモダンホライゾン、モダンホライゾン2について、収録カードの特徴を9つ挙げた上で、ウィザーズはこれら2セットで一体何を狙っていたかを考察する動画でしたが、後編となる今回は2024年発売のモダンホライゾン3について、現在判明済みのわずかな情報と発売済みのモダンホライゾン、モダンホライゾン2収録カードの傾向を鑑みて、モダンホライゾン3にどういったカードが収録されるかについての私の考察を、モダンホライゾン3に収録されそうなカード9選と題してお話しする動画とさせていただきます。前編を見ていなくてもわかるようにお話ししますが、前編を見てからの方がわかりやすいかもしれません。なお、便宜上、2019年に発売された初代モダンホライゾンをモダンホライゾン1と呼称させていただきますので、ご承知おきください。下環境をやっている人にもやっていない人にも楽しんでいただけるような動画を目指しますので、どうぞお付き合いください。一つ目についてお話しする前に、モダンホライゾン3について現在公式から発表済みの情報を振り返っておきます。モダンホライゾン3についての公式が公開済みの情報はほんのわずかしかなく、セット名がモダンホライゾン3であることと、これら3枚のカードイラストと見られる画像のみです。これら3枚のうち注目すべきなのが、今画面に出しているこちらのイラストです。イラスト内の各所に面招待が描かれていることと、および右側にゼンリカー特有の自然現象ランドーが描かれていること、そして左側にはゼンリカーに出現して次元を荒廃させた生物エルドラージの親玉であるエムラクール、ウラモグ、コジレックの3体、いわゆるエルドラージのタイタンが描かれていることから、このカードはゼンリカー次元を表現するカードのイラストに使われると思われます。そしてこの横長のレイアウトと、左側のエルドラージと右側のゼンリカーの存在が戦っているような構図から、おそらくこのカードは横長のカードレイアウトが特徴的なバトルである可能性が高そうです。ところでモダンホライゾン1、2にはどちらも過去のカードセット名の名前がそのままカード名になっているカードが収録されていたということを前編ではお話ししました。具体的にはモダンホライゾン1のミラディン包囲戦、
モダンホライゾン2のウルザの物語ですね。以上のことからおそらくこのカードはエルドラージとゼンリカーの戦いを描いたカードセットである。戦乱のゼンリカーの名前を取りバトルフォーゼンリカー、日本語では戦乱のゼンリカーという名前のバトルと見られます。これは私だけでなく非常に多くの方が同じ予想をしているようです。8割方この予想は当たっているでしょう。バトルは2023年の機械兵団の進軍で鳴り物入りで登場して以来音沙汰がありませんでしたので、今度のバトルは一体どんなゲーム体験をさせてくれるのか楽しみです。そしてもう一つ私が気にしていることです。前編でお話ししたのですが、発売済みのモダンホライゾン2作品に登場していたカードセット名がカード名になっているカードは、その後に発売される MTG のカードセットの内容への伏線になっているのではと私は考察しています。ミラディン包囲戦はモダンホライゾン発売後のストーリーでの新ファイレクシアとプレインズウォーカーたちの対決を暗示しており、ウルザの物語はモダンホライゾン2発売後にウルザズサーガと同じ時代を描いたセット兄弟戦争の発売を暗示していたと私は考えています。もし私の考えが正しければ、もしかしたら今後のカードセットでエルドラージが再登場するということなのかもしれません。本当だったらとんでもないことですよね。個人的には非常にワクワクしております。2つ目です。先ほどお話しした通り、モダンホライゾン3にはバトルというカードタイプが登場する可能性が極めて高いのですが、2023年12月現在登場済みのバトルは全て変身する両面カードであるという特徴を共通して持っており、先ほどの戦乱のゼンリカーも変身する両面カードである可能性が非常に高いです。そしてカードを印刷する際の都合なのでしょうが、一つのカードセットに両面カードが1枚だけだったということは、基本セットに1019のたった1度しかなく、モダンホライゾン3にも複数枚の両面カードが登場する可能性が濃厚です。過去に発売されたモダンホライゾン1、モダンホライゾン2には非常に多彩なカードを収録していながらも、両面カードについては1枚たりとも収録されたことはありませんでした。そんな両面カードがモダンホライゾン3で満を持して登場するとしたら、すごくワクワクさせられますよね。両面カードには変身する両面カードとモードを持つ両面カードの2種類が存在するのですが、どちらにしてもまだまだ新しいカードデザインを開拓していく余地は十分にありそうですね。これまでに見たこともないような面白いカードが出るかもしれません。大いに期待したいところです。なお、いくつかの海外ニュースサイトにてモダンホライゾン3に両面カードが登場することが確定していると書いているところがあるのですが、私が調査したところ、公式側からの確定情報は見つけられませんでした。情報をお持ちの方もしいましたらコメント欄でお教えいただけると幸いです。3つ目です。前編でも話しましたが、過去のモダンホライゾン系セットでは部族推しカードというのが目立って収録されていました。それも人間やマーフォークのようなメジャーな部族でなく、数年に一度あるいはもっと長いスパンでしか新種が出ない部族を強化するカードです。例えばモダンホライゾン1では数年に一度しか新カードが出ないスリバーが多数収録されましたし、それと合わせて全てのクリーチャータイプを持ち、様々な部族デッキで使える多層クリーチャーも収録されました。そしてモダンホライゾン2では銀枠では新種が頻繁に出続けていながら、黒枠ではほぼ新種が出ることのなかったリスというクリーチャータイプが大きくフィーチャーされておりました。この傾向を見るに、マイナー部族推しは来るモダンホライゾン3でも行われるのではないでしょうか。推される部族の最有力候補は公開済みカードイラストにも描かれているエルドラージなのですが、ビーブル、ブラッシュワグ、ネフィリム、エイトグ、ズベラなど他にもマイナー部族はたくさんあるので、どの部族が推されるのか今から楽しみですね。ついでに最近のモダンはかつての五色人間のような部族デッキが長らく活躍できていない状況ですので、その状況を打破して部族デッキが活躍できるような強力なカードの収録にも期待したいところです。4つ目です。モダン以下の環境には通称ホライゾンランド、あるいはキャノピーランドと呼ばれる二色土地のサイクルが存在します。ホライゾンランドは基本土地タイプは持ちませんが、アンタップインライフ1点支払いで色マナが出せ、さらに1マナと自身の生贄で1枚ドローできる特徴を共通して持ちます。ライフを要求されるとはいえ、無条件アンタップインの2色土地がありがたくないわけがなく、さらに後半にはドローに変えられる特徴も持つため非常に便利な土地なのです。そんなホライゾンランド、2007年の未来予知で緑白の
地平線の子連れだけが単独で登場し、それから長い時を経て2019年のモダンホライゾン1で対抗色の5種が登場したのですが、緑白以外の有効色4種については現時点でも存在していない状況です。そんなホライゾンランドのかけた4種類がモダンホライゾン1に引き続いてモダンホライゾン3で登場するかもしれません。おそらく統率者戦プレイヤーへの配慮もあるのでしょうが、近年のウィザーズは色の組み合わせ同士の不均衡をなくしていこうという方針を持っているように思えますので、緑白以外の有効色4種類だけが存在しておらず、かつ非常に有用であるホライゾンランドも不均衡を正すためにこの再収録されること大いにあり得るのではないでしょうか。5つ目です。モダン以下の環境をやるプレイヤーにとって、多色はもちろん単色デッキの使用者でさえも避けては通れないのがヘッジランドと呼ばれる土地のサイクルです。ヘッジランドは有効色対抗色で10種類存在しており、説明不要でしょうが一応説明すると、マナ能力を持ちませんが代わりに1点ライフ支払いと生贄で起動する能力を持っており、平地や山など指定の土地タイプを持つ土地なら何でもサーチして戦場にアンタップインすることができます。基本土地やショックランドやドライオームなどを状況に合わせ自在にサーチ可能。しかもフェッチランド自身が墓地に落ちるため墓地肥やしでき、加えて上陸や紛争や落白を任意のタイミングで達成可能。他にも膨大なメリットがあり、デュアルランドと並んで MTG 史上最強土地の一つと言えるでしょう。そんなフェッチランド、対抗色5種がモダンホライゾン2で再録されており、この再録以前には高騰気味だった対抗色フェッチランドも多少値下がりして入手しやすくなりました。この流れで有効色フェッチランドもモダンホライゾン3で再録されるかもと考えております。ただもちろん先ほど挙げた有効色ホライゾンランドと有効色フェッチランドが同時収録されるとは思えませんので、収録されるとしたら両方ではなくどちらか一方にはなるでしょうね。6つ目です。アイコニックなカードというふわっとした表現で申し訳ないのですが、 MTG というゲームを象徴するような MTG のプレイヤーでない人でも知っているような名カードのリメイクがモダンホライゾン1、モダンホライゾン2から引き続いて出ると予想します。MTG にとってのアイコニックなカードといえば、なんといってもパワーナインでしょうが、モダンホライゾン1にはタイムツイスターのリメイク英語の小玉とパワーナインの打ち5つを占めるモックスの系譜に連なるカードモックスタンタライトが収録されていました。続くモダンホライゾン2にもブラックロータスのリメイクとはちょっと違いますが、ブラックロータスのコピーを唱えることができる固めのガースが収録されており、画像が見つからず申し訳ないですが、当時ネットに出ていたモダンホライゾン2の広告でもあのブラックロータスが使えるといった表現でブラックロータスの存在を強調しておりました。パワーナインに限らずとも、これまでのモダンホライゾン系セットには MTG の超有名カードのリメイクが多数入っています。例えばヨーグモスの石のリメイク、ガイアの石、太陽の指輪のリメイク、太陽のタリスマン、ライオンの瞳のダイヤモンドのリメイク、ダイヤモンドのライオンなどなど他にも多数あります。こういった MTG をやっていない人も知っているようなカードのリメイクを出すことで、 MTG プレイヤー以外や MTG を昔やっていた人に興味を持ってもらおうという狙いがあるのかもしれませんね。モダンホライゾン3でもそれらしいカードがきっと出ると予想します。何が出るのか楽しみです。7つ目をお話しする前に、前編の動画でお話しした内容を振り返らせてください。前編で私はモダンホライゾン1、モダンホライゾン2で収録されたカードの傾向として、レガシーの人気カードをモダンリーガルにしたり、あるいはリメイクカードを収録したり、またレガシーの象徴的存在の一つであるピッチスペルをモダンで使えるようにするなどしていることから、ウィザーズはモダンとレガシーの差分を再録禁止カードが使えるか使えないかだけにして、モダンのレガシー化を画策しているのではないかということをお話ししました。ウィザーズがモダンをレガシー化したい理由として、レガシーは再録禁止カードがあるゆえに参入の敷居が極めて高く競技フォーマットとして扱いにくいという事情から、かつてのレガシーの役割をモダンに引き継ごうとしているのではと私は推測しています。前編の動画コメントを見ると、私以外にもそう感じている方が複数人いるようでした。モダンホライゾン3でもこの傾向が引き継がれるとしたら、モダンホライゾン2同様にレガシーでも普通に使われる強力カードがモダンホライゾン3にも多数収録され、モダンのレガシー化がより一層進むのではないかと予想しています。例えば基本に帰れ、
発展の代価、真のナノスク的、イニシアチブ関連カード、それとにマナランドなどでしょうか。何が再録されるのかは不明ですが、モダホラ1にも2にも再録はありましたので、おそらく3でも再録は行われ、モダンのメタゲームに、良くも悪くも絶大な影響をもたらすことになるかと思われます。8つ目です。これも7つ目と同じく、モダンのレガシー化に関連するお話です。モダンホライゾン系セットの登場以前、モダンとレガシーの間の決定的な差の一つが、ピッチスペルが存在するかしないかだったと思います。モダンホライゾン1、モダンホライゾン2では、2セット続けて超強力なピッチスペルが収録され、モダンリーガルになり、さらにそれらのピッチスペルはあまりにも強かったため、レガシーのデッキですら既存カードと入れ替えて使われるようになりました。個人的には、モダンホライゾン1、モダンホライゾン2でのピッチスペルの新録で、レガシーとモダンの差は縮まったと思っています。ウィザーズの狙いが本当に、モダンのレガシー化なのであれば、モダンホライゾン3でも引き続きピッチスペルの新種が登場し、モダンの環境に大きな影響を与える可能性は高いと思っています。そして、気になるのはピッチスペルが、モダンホライゾン3で登場するとして、どんなピッチスペルになるのかですね。モダンホライゾン1で登場したピッチスペルサイクルは、レガシーで使われる隠しピッチスペルに近いデザインでしたが、モダンホライゾン2では、過去に類を見ないような、早期持ちクリーチャーとしてピッチスペルがデザインされていました。モダンホライゾン3でも、おそらくこれまでにないような斬新なデザインのピッチスペルが登場すると思われますので、楽しみな気持ちが7割、モダン環境がぶち壊されてしまうのではないかという不安な気持ちが3割の、複雑な気分です。最後となる9つ目で、可能性は高くないけどワンチャンありえるのでは、という予想を披露させていただきます。これまで何度かお話しした通り、モダンホライゾン1、モダンホライゾン2の協力カードは、モダンとレガシーの差分を少なくし、モダンのレガシー化を推し進める結果となりました。しかし、それでもモダンとレガシーは依然として全く違うフォーマットです。その理由は何かを考えてみたのですが、デュアルランドや、渦巻く知識や、不毛の大地が使えるか使えないか、というのもあると思いますが、それらとは比較にならないほどの影響力を持ち、モダンとレガシーを決定的に違うフォーマットにしている。とある一枚のカードが存在していると思います。それこそが、意志の力です。手札から青のカード1枚追放と、一定ライフ支払いだけで、マナコストを払わず唱えられ、どんな呪文も打ち消せる、意志の力は、打ち消し呪文というカテゴリーの中では、間違いなく MTG 史上最強カードです。事実、レガシーフォーマットで行われる競技トーナメントのほぼ全てにおいて、意志の力は、トーナメント出場者のデッキに最も多くの枚数入れられていたカードとなっており、私自身、レガシーを始めてから現在までに最も多くプレイしたカードは、間違いなく、意志の力だと思います。モダンホライゾン系セットが発売され始めて以降、私含む多くのプレイヤーが感じているように、ウィザーズの狙いが本当に、モダンのレガシー化なのであれば、このカードだけは絶対に避けて通ることができません。モダンホライゾン3でこのカードが再録されるかどうかはわかりませんが、この先、モダンホライゾン4、モダンホライゾン5、と、モダホラ系セットが引き続き発売され続けるとしたら、いつか、このカードも再録される時が来るかもしれません。そして、これがモダンのカードプールに追加されたその瞬間、モダンはレガシーとほぼ同じフォーマットになるでしょう。以上、モダンホライゾン3に収録されそうなカード9選でした。モダンホライゾン3については、発売前からモダン環境をぶち壊すようなカードが多数収録されるのでは、と懸念する方が多く、モダンホライゾン3なんか出すなと言っている人もネットでは多く見かけます。しかし、私としてはモダンホライゾン3は、楽しみな気持ちの方が強いです。モダンホライゾン1、モダンホライゾン2のどちらも、カードパワーは関係なしに、非常に面白い効果のカードが多く、モダンホライゾン3も、きっとそうなるだろうと思っているからです。ただ、モダンホライゾン2がそうだったように、モダン環境を崩壊させるのでは、という不安を抱いているのも事実です。私の中では、楽しみな気持ちが7割、不安な気持ちが3割、といった感じですね。いずれにしても来年2024年のモダンホライゾン3のプレビューが始まる日を、ワクワクしながらのんびり待とうと思います。皆様はモダンホライゾン3にどんなカードが収録されてほしいですか？ぜひともコメント欄でお聞かせください。今回の動画は以上です。長い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。今回の動画は、アメリカ時間2月23日に、アメリカで行われたイベント、マジックコンシカゴにて、
モダンホライゾン3についての情報の初公開が行われるのに際して、公開された9枚のカードについて、私なりにカードを見て感じた事柄をお話ししつつ、モダンやレガシーにおいてどのような使われ方がされそうかについて予想していきたいと思います。モダンホライゾン3の公開済みカードの紹介はすでに国内の多くのサイト等で行われていますし、私自身も先日出した動画でお話ししてはいるのですが、この動画ではモダンとレガシーのプレイヤーの目線からより深掘りした濃い情報をお伝えできればと考えております。なお、有効色フェッチランドや孤独などのモダンに既存の再録カードについては対象外とします。ご了承ください。モダンやレガシーをやられていない方でも楽しめるような動画を目指しますので、どうぞお付き合いくださいませ。1枚目に紹介するのがナカティルの最下層民アジャニです。プレインズウォーカーに変身するクリーチャーのサイクルだそうで、おそらくこのアジャニ以外に4枚プレインズウォーカーに変身するクリーチャーが収録されると思われます。見ての通りMTG 世界の大人気プレインズウォーカー、アジャニがプレインズウォーカーに覚醒する前の姿ですね。カード名に最下層民とある理由ですが、アジャニが生まれた一族では白は不吉を表す色であり、アルビノとして生まれたアジャニは迫害されていたからですね。そんなアジャニの唯一の理解者が兄のジャザルだったのですが、そのジャザルも何者かが差し向けた悪魔に殺害され、激しい怒りとともにアジャニはプレインズウォーカーへと覚醒しました。プレインズウォーカーへの変身条件はそれを再現しているのでしょう。カードとしての性能を見てみます。まずは表面ですが、本体が2マナ1に着地時に21の猫トークンを出しますので、実質的なパワーは白2マナにして3あり、なかなかです。そしてプレインズウォーカーへと変身するには自分の猫を死なせる必要があります。死なせるのは一緒に出てくる猫トークンでもいいですが、1ターン目に野生のナカティルなどの1マナ猫を出した上で、2ターン目にアジャニを出し、さらに口述するモダホラさんで追加される生贄要求ピッチスペルで1マナ猫を削れば、2ターン目からいきなり裏返ることが可能です。しかもアジャニ自身のタフネスが2あるため、多くの弓使いの1点ダメージでは倒されません。それでも致命的な一押しには引っかかりますけどね。そして裏返った後は兄の仇への怒りで色が白タンから赤白へと変わります。プレインズウォーカーの性能としてですが、3つの能力はいずれも2マナプレインズウォーカーとしては破格の強さと思います。2枚目のアジャニとの相性も良好ですね。モダンやレガシーのドメインズーなんかで使われるのではないでしょうか。さらにはおそらくモダホラさんではアジャニ以外の猫も複数登場しそうですので、新たな猫部族デッキをモダンで誕生させる契機になるかもしれません。またアジャニ以外のプレインズウォーカーに変身するクリーチャーのサイクルとしては、タミユーのカードが登場することがアナウンス済みです。こちらもどんなカードになるか楽しみですね。2枚目がこちら、グレムリンの小走りです。赤白4マナのエンチャントで、着地時に11トークンを2体生成した後、自分クリーチャーの数だけエネルギーを獲得します。そしてエネルギーを4消費して起動する起動型能力で、全体に10修正と速攻を付与します。ちなみにマジックコンシカゴにてこのカードが紹介されるに際し、マーク・ローズウォーターさんはモダンホライゾン3にはエネルギーのテーマがあると言っていました。ということはこのカードはおそらくですが、リミテッドにおける赤白の指標アンコモンなのでしょう。差し詰め横並べエネルギーってところですかね。マジックコンシカゴの配信で私がこのカードを見て真っ先に思い出したのが、基本セット2019に収録されていた赤白4マナのアンコモンのソーサリー英雄的援軍でした。英雄的援軍は無条件で全体11修正と速攻がつきますが、グレムリンの小走りは唱えるに際して他に2体はクリーチャーがいないと全体修正と速攻をつけられません。しかし単純にエネルギー獲得手段として運用できることと、エネルギーさえあれば何度でも起動できるのはいいですね。さてこのカードの用途ですが、まずリミテでは赤白アーキがよほど弱くない限り明らかに強いアンコモンで、横並べしたクリーチャーで一気にゲームを決めに行けるエンドカードでしょう。一方でモダン以下の60枚フォーマットではエネルギーを活用するデッキで使うのが前提なのですが、パイオニアならまだしもモダン以下ではエネルギー系のデッキはほぼ活躍していませんので、既存のデッキにこのカードの居場所はないでしょう。ただしモダホラさんで強力なエネルギー関連カード型にも出ますので、エネルギー系デッキがモダン以下で成立すればこのカードにもお呼びがかかるかもしれないですね。あとはフォールアウト統率者デッキのジェスカイカラーのデッキがエネルギーテーマですので、フォールアウトデッキの強化パーツとして
使われることもあるかもしれません。3枚目が終わりを告げるものです。無色1マナを含む2マナのエルドラージです。まずエルドラージの寺院から1ターン目に展開可能というのが非常に熱いですね。さらにこのカードは2つの常在型能力を持っているのですが、1つ目があなたが唱えるマナ総量7以上の無色の呪文のコストが1軽くなるという右銀の目を彷彿とさせるもので、これを採用するようなデッキでこの条件を満たしそうなのは伝説のエルドラージ軍に加えて精霊竜、右銀、街並みの地ならしや全ては塵などでしょうか。2つ目がこれ以外の無色のクリーチャー全てにいちいち修正というものです。知っての通りエルドラージは全て無色ですし、アーティファクトやミシュラランド等も強化できますね。このカードの用法ですが、順当にモダンのエルドラージトローンに採用できると思います。ただこれを採用するに伴って何を抜くかはちょっと悩ましいところですね。余談ですがこのカードパイオニアに欲しくないですか？パイオニアはせっかくエルドラージが使えるフォーマットなのに、エルドラージの部族デッキが全然活躍できていないのです。以前から噂されているパイオニアホライゾンが本当に出るのなら、このカードがパイオニアリーガルにならないかなと思っています。4枚目は超能力カエルです。青黒にマナで 1-2、 いずれも強力な3つの能力を持っています。1つ目がプレイヤーかプレインズウォーカーに戦闘ダメージを与える旅ドローする、知恵の蛇系の誘発型能力。2つ目がマナ不要でカードを1枚捨てて起動しプラスカウンターを置く能力。3つ目がやはりマナ不要で墓地から3枚追放で起動する、ターン終了時まで飛行を得る能力です。このカード2000年代初頭のスタンダードで活躍した青黒系クリーチャー3体へのオマージュカードのようです。ドロー能力は影魔同士の浸透者、自己強化は最下飛ぶ、飛行付与は不可思議を彷彿とさせ、さらに英語名サイキックフロッグも最下飛ぶを意識した言葉遊びのようですね。私はこれらのカードが現役だった当時まだ MTG に出会っていないのですが、当時を知るプレイヤーの方には非常に懐かしい気持ちになるのかもしれませんね。それはさておき、このカードのモダン以下での用法なのですが、いろいろ考えられますね。クリーチャーとしての性能がシナジー等を意識しなくてもなかなかに優秀であり、色の合うデルバー系やテンポ系統のデッキで使ってみたら強そうだと感じます。また今後的な用法を考えてみますと、モダンのご両シュートやレガシーのリミーアリアニメイトで採用し、マナ支払いもタップもなしに手札からカードを墓地に送り込みリアニメイトにつなげることも可能です。さらに墓地のカードを追放して飛行を得る能力もマナもタップも不要で起動できるため、陰湿な根の能力を墓地にカードがある限り誘発させることもできますね。ある意味ではモダホラさんクリーチャーらしい強そうな能力をかき集めた身も蓋もなく強いタイプのクリーチャーで、モダホラさん発売後のモダン以下の環境でよく見かけるカードになると予想します。5枚目は工作の先行です。多くのモダンプレイヤーが期待あるいは不安がられていたであろう、モダホラおなじみのマナを払わず唱えられるピッチスペルサイクルのモダホラ3番で、今度のピッチコストは戦場にある同じ色のトークンでないクリーチャーを1体探ることのようです。緑バージョンであるこの工作の先行は呪文の効果としては名前の通り工作と全く同じで、ライブラリーから基本土地を2枚サーチし1枚を戦場に出しもう1枚は手札に加えるというものです。モダンのデッキで使うことを考えるとやはり真っ先に思いつくのは呪状の装飾銃との組み合わせです。呪状の装飾銃は緑1マナで着地時に手札から1枚土地を出せるクリーチャーですが、1ターン目に出して土地を増やしてから工作の先行をピッチで唱えれば1ターン目にして土地3枚です。バラクートや4色オムナスなどでのこのムーブはかなり強力そうに思えます。そして私がこのカードで何よりも期待しているのがレガシーのニックフィットというデッキで使うことですね。ニックフィットのキーカードローレンの探検者は緑1マナで、死亡時に各プレイヤーが基本土地2枚をサーチして戦場に出せますが、レガシーではメタゲームの都合上基本土地をほぼ採用していないデッキが多いため、相手が基本土地を採用していなければ自分だけが一方的に土地を増やすことができるのです。そんなローレンの探検者を1ターン目に出し工作の先行のピッチコストに当ててサクってしまえば、ローレンの探検者の死亡誘発で土地が2枚出せて、そこからさらに工作の先行で土地1枚追加、1ターン目にして土地4枚、2ターン目には5枚目を出せることが確定します。きっと全国のニックフィットプレイヤーが歓喜しているでしょうね。
実際の活躍も楽しみです。6枚目はティタニアの僧侶です。往年のエルフデッキを支えたレガシーの名カード、ついにモダンに登場です。緑2マナで11タップで戦場にいるエルフの数に等しい点数の緑マナが出せるマナクリで、大量のエルフを横並べできるエルフデッキでは莫大なマナ加速を行うことが可能であり、その大量マナから皇帝のビヒモス、廃墟の指導者エズーリなどにつなげ相手を踏み潰せます。モダンに既存のエルフデッキにはほぼ同じ性能のマナ能力を持つエルフのダイドルイドがいますが、こちらはエルフのダイドルイドより1マナ軽いです。ただしエルフのダイドルイドが持っているエルフに11修正の能力は持たないので一長一短です。エルフのダイドルイドとは併用可能ですかね。不安材料なのは俺のタフネスが1ということで多くの弓使いが怖いということですね。私はエルフ使いではないので素人考えで使われるかもという感想しか抱けないのですが、ここはぜひともモダンのエルフプレイヤーの方のご意見を伺いたいです。ぜひともコメントをお願いいたします。7枚目は最短の原エリアです。レガシーの赤タンプリズンやイニシアチブ島でおなじみの強力クリーチャー、まさかのモダンへの登場です。これはモダンで波乱が起きる予感です。赤3マナ22速攻で攻撃誘発で1枚衝動的ドローしてアドバンテージにつなげられる。さらにあなたのライブラリーか墓地からカードが1枚以上追放領域に置かれるたびプラスカウンターを乗せて自己強化します。もちろん自身の攻撃誘発の衝動的ドローによる追放でも誘発します。つまり何もしなくても毎ターン大きくなり、しかも衝動的ドローでアドまで稼げるため、これだけでも十分すぎるほど強いです。しかも2ターン目に太陽の執事長インティ、3ターン目にラエリアと動くことでインティの攻撃誘発での衝動的ドローでも自己強化が誘発します。これは明らかに強い動きです。そしてこのカードと恐ろしいシナジーを形成するのがティムールカスケード、リビングエンドなどのデッキでおなじみの暴力的な突発などの俗称系カードです。俗称は踏み倒し対象が見つかるまでライブラリーを1枚ずつ追放していくので、ラエリアの自己強化が10回とか20回とか誘発して対戦相手をワンパンできるくらいのサイズにまで膨れ上がらせられます。ラエリア自体のマナ総量が3のため俗称の邪魔にならないのもポイントであり、現モダン最強デッキと言ってもいいティムールカスケードをさらに強化する1枚になるでしょう。もちろん俗称が入っていない赤系デッキに適当に突っ込んでも強いカードだと思います。モダンホライゾン3発売後のモダンにおける台風の目になるかもしれないと思わせてくれる1枚です。8枚目は関節の荒れ地です。いつか出るかもと思っていましたがやっぱり出ましたね。このカードは基本土地でありながら基本土地タイプを持たず無色マナしか出せない荒れ地の氷雪バージョンです。正直に言ってこのカードに対する感想は現時点では特にないですね。無色マナの出る氷雪土地かつアンタップインのものなら現時点でもロノムの口、武将の安息地、戦術の岩礁がありますしね。すでに荒れ地が入っているデッキを組んでいる人が土地を散らすために採用するとかくらいですかね。とはいえモダンホライゾン3のカードが公開されていくうちに氷雪エルドラージのようなものが公開されて関節の荒れ地でないとできない役割も生まれてくるかもしれませんので今後次第だと思っています。最後となる9枚目です。ここまでは公開された順番にカードを紹介させていただきましたが、このカードだけはあえて最後に持ってきました。私にとってのモダンホライゾン3一番のサプライズがこのカード、最短世界エムラクールです。 MTG における最大最強クリーチャーのエムラクール、3枚目が登場しました。カードの上から下まで目を疑うような内容ばかりなのはさすがエムラクールといったところですが、読み上げていくとマナコストは12でパワータフネスは12-12、キャスト誘発でプレイヤー1人を対象としてそのプレイヤーの全クリーチャーを永久に奪取します。さらには飛行とプロテクションを持ちます。プロテクションの呪文やこのターンに唱えられたパーマネントというのは一見わかりづらいですが、要するにピン除去に引っかからず力戦の束縛、孤独のようなパーマネントの着地誘発での除去でも対象に取れず、さらには時をほぐすモノテフェリーなどのプレインズウォーカーの中精度能力も唱えたターンには対象にされないということです。エムラクールが戦場を離れた時に誘発する全クリーチャーの生贄はデメリット能力ではありますが、見方を変えてみるともしこちらが唱えたエムラクールが相手に打ち消されてしまった場合、エムラクールが戦場に出ないためこの全クリーチャーの生贄が誘発する機会がなくなるということで、
キャスト誘発で奪ったクリーチャーが生贄にならず、奪いっぱなしになるということで、打ち消し耐性と見ることもできます。おまけとして、手札からこれを捨てた際にマッドネスコストで唱えられるマッドネスを備えています。マッドネスコストは驚愕の無色マナ6点、普通のデッキには到底支払えないでしょうが、私が思うにこれはモダンのトロン系デッキのために設定された数値と思います。トロンがウルザランド3種を揃えて出せるようになるマナは無色マナ7点、トロンならきっかり支払うことが可能なのです。緑トロンや青トロンがうまく3ターン目にウルザランドを揃えられたとして、その後ルーターなどでこれを捨てればマッドネスコストで3ターン目にエムラクールが唱えられますよね。故に無色マナ6点になっているのだと推測します。そんなわけでサプライズ的に登場した3枚目のエムラクール、先ほど述べた通りトロンの新たな選択肢になるのはもちろんのこと、力戦の束縛なども効かない除去耐性を買われて、ご両シュートなどの踏み倒し系デッキの新たな選択肢にもなるかもしれません。今度のエムラクールもエムラクールの名に恥じない活躍をきっと見せてくれるでしょうね。以上、モダンホライゾン3の公開カードがモダンやレガシーでどう使われるかの考察でした。モダンホライゾン3、私にとっては本当に本当に楽しみにしていたカードセットで、そのカードパワーの高さゆえに賛否両論あるのはわかりますが、それでも私にとっては楽しみな気持ちの方が強いですね。皆様は今回公開されたモダンホライゾン3のカードで気になるものはありますか？あるいはモダンホライゾン3に臨むことなど、コメント欄でぜひともお聞かせくださいませ。今回の動画は以上です。長い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。ここまでご覧いただきありがとうございます。以上、私がこれまで出してきたモダンホライゾン系セットについての動画3本でした。この3本の動画では私がモダホラ系セットに対して抱いている思いの丈を綴らせていただきましたので、それが皆様にも伝わり、2024年6月発売予定のモダンホライゾン3がより楽しみになりましたら幸いです。ゴールデンウィーク期間中は今回のような過去の動画の総集編がこの他にも何本か出ますので、興味を持っていただけた方はチャンネル登録していただけますと非常に嬉しいです。今回の総集編動画は以上です。非常に長い動画でしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。